哀れな男だ。今度こそ永久に休むがいい。何のためによみがえったアースラ。妻の敵を討ちたいか、娘を取り戻したいか。無駄だ。貴様は敗北した。その時全ての因果は定まったのだ。貴様がうろついてよい世界ではない。わかるまい。今の世界の断りなどな。貴様は存在するだけで世界の秩序を破壊する。もう乱すはずだ。届かぬ。届くはずはない。死んでも治らぬ。
ができるというのだ。もうよい。我らによってこの世界は救われるのだ。お前にできることなどない。ミスラ様は巫女として世界救済のためにその身を捧げているのだ。むしろ誇りに思うがいい。今何と言った？苦しむミスラを誇りに思うだと。ああ、何度でも言おう。お前の娘ミスラ様は世界を救うために大義に準じておられる。神様のつもりだ。神様だ。凄まじい怒りだな。だが、それすらも大義の前では意味のない。二度とよみがえる。そこで我らの救済を見届けるがいい。
夜叉の無慈悲な一撃によって両断されたアスラ、アスラの意識は再び狭間の世界へ。だがその怒りは消えることはない。胸の中の炎に突き動かされるように、ただ光り